こんにちは、牧野地です。今回はですね、ツインレイというテーマについて話していくんですけれども、この言葉ソウルメイトっていうふうに言われたりだとか、ツインフレームって言われたりだとか、スピリットメイトとか、まあいろいろな表現があるわけなんですけれども、日本語にすると運命の人だとか魂の片割れだとか、基本的に1対1のパートナーシップについてね、言われる言葉なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、そこには大抵ですね、地球上にたった一人しかいない相手という設定が入っているわけなんです。ただ僕はここにはあらゆる可能性からアクセスした方がいいなというふうに思っていてですね、まあ確かに出会ってしまえばね、唯一無二っていうことが言えると思うんですけども、この1っていうのはその唯一絶対、まあ、正解不正解みたいなものじゃなくて、一足多だと思うんですよね。多次元的なものを一つのフレームで切り取ってしまうので、なかなか平面的な理解にとどまってしまうとですね、大きな誤解につながる言葉なんじゃないかなというふうに思います。なんでこの話をするかっていうと、もしこの世界にたった一人だけっていう設定が、まあこんな方向につながってしまう場合があるんですよね。どういうことかっていうと、出会う人出会う人に対して、この人なのかな、いやそうじゃないかもしれないっていう、そういうことを考えていたら何が起きるかっていうことなんですよね。まあもちろん今日その確信っていうものがね、どんな風に起きるのかっていうのも最後に解説したいとは思ってるんですけれども、もしかしたら人によってはね、出会う人を疑いの目で、まあ正しいのか間違っているのかっていう風に目で見ているっていう人もいるかもしれないんですね。もしかしたら今お付き合いしているパートナーを疑いの目、まあ、本当は違うかもしれない、でも本当かもしれないみたいな、そういう目で見ているとしたら、こんなにもったいないことはないし、まあ、相手にとっても失礼だったりしますよね。だからこのテーマっていうのは全てイエスとノーを超えて起きるっていうことなんですね。正しいとか間違ってるっていうことを超えて起きるっていうことなんですね。ですからそのコインの表と裏で、まあ、気をつけてほしいんですけれども、ツインレイっていう情報が自分を自由にするんじゃなくて、自分に制限を課していないかどうか注意深く観察してほしいなというふうに思うんですよね。だから本質の話をしたいと思います。僕たちのこの生命体の中にはツインレイがあるんですね。一個体に一対の存在があるということなんです。もう少しちょっと細かく説明していくと、2つの光が自分の体の中を走っているんですね。まあ、イメージしてください。ゴールドとシルバー、まあ、もしくは太陽と月の光です。そのレイラインが背骨に沿って、まあ、骨盤、仙骨のあたりからですね、頭頂に向かって、まあ、頭に向かって2つのレイラインがスッと通っているわけです。まあ、これはヨガのね、探求を行っていても、タオを探求していてもですね、気功を行っていても、まあ、何をやっていてもですね、全世界のあらゆるエソテリックな教えに組み込まれているものです。だからいろんなところでいろんな表現で発見できるはずです。まあ、半年前ぐらいにですね、僕はエジプトのピラミッドを見てきたんですけれども、あらゆる遺跡の中にツインレイの象徴を発見できるんですよね。まあ、僕はそういう目で見ているからかもしれないですけども、多くの場合ね、この光っていうのはエジプトでは蛇で描かれることが多いんじゃないかなというふうに思います。ですからファラオのね、顔なんかを見れば頭頂から蛇が突き出てたりするわけなんですよ。で、またですね、蛇が巻きつくような形で表現されているものなんかも見つけることができると思います。誰もが自分の中にツインレイ、2つの光を持っています。でそれが出会う瞬間があるっていうことなんですね。その出会う瞬間っていうのはどういうことかっていうと、2つのレイラインが交差する瞬間なんですね。もちろんそのレイラインが平行線、直線、パラレルであれば出会うことがありません。もう平行線でずっと交わらないわけなんですね。でもこれが螺旋のように上昇していくとき、うねるときですよね。ゴールドとシルバー、もしくは太陽と月の光っていうのを交差します。でこれが重要なんですけれども、2つのレイラインはあなたの頭の中心で最終的に統合されるっていうイメージがあるんです。右側からゴールドの光、左側からシルバーの光、頭の中心でようやく出会うわけなんですね。このイメージ、これがすごく大事なんです。
でもですね、残念なことにほとんどの人っていうのはツインレイっていう、この言葉、このテーマについてどうしてもね、性的なものだっていうふうに誤解してしまいます。それも あるし、本当に大切なことではあるんですけれども、それはほんの入り口にしか過ぎない、入り口でもあるし、プロセスでもあるし、完了でもあるんだけども、非常にスタートとも言い切れないほどのスタート地点になっているっていうことなんですよね。僕たちの体っていうのは背骨が支えています。骨盤を立てて今ちゃんとここに座ってみて感じてみてほしいんですけれども、そうするとそこからですね、背骨が一つ一つ重ねられていって、パーツがね、ここに組み立てられていって、タワーのようになっているわけなんですね。で、最も重要な頭頂部までしっかりとした大黒柱が立っているわけなんですね。で、その大黒柱に沿って両側を螺旋状に上昇していくのがツインレイなわけです。今している自然にしている呼吸をちょっと観察してみてほしいんですけど、呼吸に沿ってね、エネルギーが上昇していくイメージをしてみてください。新しいエネルギーを大地から吸い上げてもらってですね、で吸い上げていって、そしてゆっくりと吐きながら頭の中心にある空間を意識します。頭の中の中心を意識するんですね。でそこに意識を置いて、息を吐きながら背骨の下から上へ向かって光が昇ってくるイメージをしてみてください。で右側からゴールドの光、左側からシルバーの光、脳みその中心でようやく出会うわけです。そこにある、頭の中心ですね、その頭の中心のスペースに意識を置いておいてください。大地から吸い上げたエネルギーがツインレイとなって上昇していきます。これをね、複雑にやろうというふうに思わないでください。ほんとシンプルに。で、吸い上げて、呼吸を吸い上げてですね、混乱してくるようだったら、とにかく吐くときに、頭の中心にあるスペースに意識を置いてください。置いたままにしてください。吐いている間は、その頭の中心に自分の意識を置いておくっていうことを、イメージしてください。で、そして、また新しいエネルギーを自然と吸い上げて、で吐くときに意識的に、できるだけ意識をそこに、吸うときはね、自然にって呼吸が入ってくると思うんですけども、吐くときはできるだけゆっくりと意識的に吐き出していきながら頭の中心に意識を置くわけです。でこのときにちょうどツインレイが描いていく道筋がですね、頭の中で一つのハートのように見えることがあります。曲線を描いてツインレイが出会う瞬間ですよね。右側からゴールドの光、左側からシルバーの光、頭の中心でようやく出会うというイメージがあります。そのスペースを意識します。もう不安に思ったり疑いを持つ必要はありません。自分の外側を必死に探そうとしないでください。こういったプロセスの中で無理に何かを行ったり、無理に何かを実現したり、逆に何かをやめる必要っていうのはないんですね。自分の内側を丹念に注意深く意識的に観察してほしいんですね。自分の内なるツインレイ、2つの光のラインが統合された時に自分の外側の世界も大きく変わっていきます。だからそこは自分の中に否定の設定があったわけですよね。で自分の中にそういう思い込みがあった。でその思い込みから外の世界を見ていたことに気づいたとき、疑いですよね。本当かな、そうじゃないんじゃないかな、これ正しいのかな、間違ってるのかな、そういう部分があったわけじゃないですか。そういった、葛藤、不安から、そういった設定から外の世界を見ていたことに気づいたときに、もちろんそれを続けることもできますし、そこから降りる選択もできるわけです。ツインレイ、統合のイメージですね。でこの統合のイメージをしていくと自分の外側の世界がダイナミックに動き始めますよっていうことなんですね。でそのことっていうのは、そのこと自体は自然と起きることですし、起こさないことが難しいわけで起きちゃうことなんですよ。起こさないようにしておくことが難しいわけですし、その起こさないようにする努力をこれまでしてきたっていうことなんですよね。
そういう難しくて複雑なことをこれまで続けてきましたっていうことなんですね。でこれは僕の共著の書籍なんですけれども、なんだこんな風に生きればよかったのかっていうものがありますけれども、僕を含めて4人のトークの本が1冊の、本になってるわけなんですね。でそこに紹介されている山川明子さんが教えてくださった一つの言葉があるんですよね。でそれが何かっていうと Let it happen、まあ、これ僕大好きな言葉ですけども Let it happen という言葉があります。起きるままに起こらせるっていうことですよね。実はこの happen という言葉、ハッピー、幸せの語源も happen なんですね。だからそれっていうのは起こすんではなくて自然と起きてくるものなんですね。その起きてくるものを自分が受け取るか、それともそれを否定するのかっていうことなんです。 Let it happen です。自分を変える旅から自分に帰る旅へ、このイメージがあなたの人生の旅を楽しむささやかなきっかけになれば嬉しく思います。ということで今回は以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。